どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。東京ボタニカルライフですね、僕が植物について語る、ね、連載企画かな、やってるんですけれども、前大体ね月に1回ぐらいやってるんですけど、まあ、ちょっとね、今月はもうちょっとね年末なので、最後撮りたいなと思ってまたねカメラをしております。はい、まあ、今日ねお昼に大川祐介くんって YouTuber のね、知り合いとランチしてたんですけど、まあ、やっぱりねこう自分の好きなものね、自分の好きなことを撮るのね大事だよねって話になって、まあで言うとねやっぱり僕植物好きだなと思ったのでね、まあ、それもあってね、この東京ボタニカルライフをね今撮っております。はい、でまあ、今日ねどんな話しようかなと思うんですけれども、まあ、一つはねようやく冬の取り込みが完了しました。今まで、3回ぐらいかなに分けてねお話をしてたと思うんですけれども、ようやくですね、まあ、本当にこう外の気温も、0度近くなってきたので、取り込むものと取り込まないものね分けて、取り込むものに関しては今回でね全部取り込んじゃいました。はい、で、まあ、何を取り込んで何をね残したかなんですけど、前回からね加えて新たに、これね入れたものに関してはこの辺りですね、このグラキリスの群れたちですね、これを、外に出してたものをですね、中に入れてきました。まあこれね、前の動画でも言ったんですけど、できるだけこの葉っぱがね落ちるまでは外に出しておこうかなと思ってたんですよ。外に出してこの葉っぱをね完全に落とし切ってから中でね、温めて、まあ、冬のねこう芽吹きに備えようかなっていう感じだったんですけど、まあちょっとさすがに外がね0度を超えてくるとね、0度を下がってくると、まあさすがに凍っちゃったりするんじゃないかなと思って、これ中身はね水分なので、まああんまりよろしくないかなっていうことで、まだまだね元気そうではあるんですけど、世の中ね入れてきました。まあちょっとですねもう紅葉はしてるので、まあ、このままね置いてれば世の中でも葉落ちるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、大事を取ってね、家の中でね、まあ、ちょっと養生してもらってます。ここから先はね、まあ、こいつら、考えなきゃいけないところが、僕花を咲かせたいんですよ。今年こそねしっかり花を咲かせて、このタイミングを合わせてこの種をね取りたいなと思ってて、去年何個か咲いたは咲いたんですけど、タイミングが合わなくてね、その種までね取ることができなかったので、今回はねこいつらをこう一気にね落葉させて、一気にこう花を咲かせて、で種を取ってねそこから育てるみたいなことをねやりたいなと思ってるので、まあ、こっからの管理がちょっと悩みますね。まあいろいろ調べてみたんですけどね、あんまりねこう正解がわからなかったので、もしねこの動画見ててグラキリスのこの花を咲かせるタイミング、詳しいよっていう方はねぜひ教えてもらえると嬉しいです。はい、まあ、結構ねここにあるだけで 1,2,3,4,5 でプラス、6で 7,8 ぐらいか、うちにね今8匹のねグラキリスいるので、まあ、この中からね何個か揃えて、種取れたらいいなと思ってるところです。あと取り込みとは関係ないんですけど、これグラキリスで最近ねこれ買ったんですよ。ちょっとツイッターではお話ししたんですけど、グラキリスの抜き苗ですね、結構でっかい、うちの中でも、ね、多分1番2番ぐらいに、ね、大きいやつなんですけど、この抜き苗買って今ね発根管理、あ発根してる、うわやばい、ちょっとやばいテンションが、えちょっと待ってちょっと待って、発根してる、ちょっとねこれ見てください。ここの一番下のところ、わかるかな、ちょっと後で写真とかでね補足するかもしれないんですけど、ここのね下のところわかりますかね、白い根っこが生えました。うわめっちゃ嬉しい。ちょっと今日の動画、内容というかね趣旨変えます。本当はこれ僕のね家の中のこの LED の紹介しようと思ってたんですよ。この室内でどんな管理してます、冬どんな管理してますって話しようと思ったんですけど、ちょっとそれ次回にします。次回に回して、今回ちょっとこの話させてください。うわーびっくりした、発根してるわ、嬉しい。僕実はねこのグラキリスの発根管理するの今回がね2回目で、1回目失敗してるんですよ。グランカクタスさんっていうね、昔ちょっと Vlog でも撮ったんですけど、そこで買ってきたグラキリスが後でねこう抜いてみたら発根しないのが分かって、でそこからねこう復活をちょっとね、目論んでみたんですけど、まあダメで、ね、そのままねしぼんでこうね枯れて、ちょっと悲しい思いをねしたんですけど、ちょっとそのリベンジも兼ねて今回やってみたいなっていうのでやったんですけどね、成功しました。うわーやった
方は最高、最高のクリスマスプレゼントですね、これは。はい、でまあね、ちょっとまだね、ちっちゃいチョロネなのでもうちょっとつけておこうかなと思うんですけど、まあちょっとね、せっかくなんで今回でどんなことしたのか話しとこうと思います。この発根管理ね、僕がした方法ですね、お話しする回に急遽変えようと思います。僕が今回この発根管理に使った、ね、アイテムと方法を、お話ししておこうかなと思うんですけど、僕は、ね、今回この水耕でやることにしました。まあ、結構この発根管理ね、調べてもたくさん情報があるので、まあ、どれが、ね、正解っていうものは、ね、ないと思いますし、まあ、どれやっても、ねこうね、出る出ないっていうのはこう運も、ね、あると思うんですけど、まあ、僕は、ね、この、まあ、水耕で、ね、今回やりました。なんでかっていうと、もう根っこが、ね、出てるのが今みたいに分かりやすいっていうところですね。最初は、ね、こう土で、ね、埋めてやる方法、一般的な方法にしようかなと思ったんですけど、まあ、どうしても気になって、ね、こう掘り返しちゃうんですよね。でその時出てなくてまた、ね、こう埋めてみたいのが、まあ、結構植物にも負担かかるんじゃないかなっていうところで、こんな感じで、ね、こう水の中に入れて分かる状態で発根管理、ね、してます。ちなみにこれはアガベとかでも、ね、同じようにしてまして、これも、ね、水耕で一回、ね、発根させてから、根が、ね、ちょろっとした根が出たらすぐに土に埋めてあげて、でそこからね、土の根っこっていうのを生やすようにしてます。で今回ねグラキリスやってみたんですけど、 いい感じに成功しました。で、あとね使った薬品に関してはねこの2つですね、まあ、定番だと思うんですけど、1つはこのオキシーベロンですね、これは発根促進剤になってます。まあ、強力なね薬剤なので、まあ、ちょっとでも効果あるんですけど、まあ、これもねいろんな説があるんですよ。多分調べてる方ね分かると思うんですけど、2倍にね、希釈した結構濃い液に一瞬つけて、そのままねこう発根させますとか、逆にこう薄めにして長い時間ねつけて、でそこからね発根させますみたいな、いろんな流派あるみたいなんですけど、僕はね今回後者にしました。結構ね薄めに希釈をして、それで、1日かな、だいたい24時間ぐらいつけておきました。でまあ当然ね、まあ、その時点ではねそこまで動きなかったんですけど、そこからですねもう一個使ったのがこれですね、ピットスタートっていう名前のね、これもまあ栄養剤サプリメント、発根促進剤に関係するものなんですけれども、これをね、入れました。でこれをですね、まあ、このビーカーの中にですね、まあ、2、3滴、垂らして、その状態でねまたこう2日3日ぐらいですかね、これ放置しました。で、そこからね今見てみたら、根っこが生えてましたっていう形なんですけど、まあ、この発根管理を始めてからですね、まあ、大体1週間半ぐらいだと思います。日数にすると10日ですかね、10日で今回ね根っこが出ました。はい、まあ、なのでこういうね発根管理に関する情報でたくさんあるので、まあ少しでもね実例があった方が皆さんの、ね、参考になるかなと思ったので、ちょっとね今日は、これについて話をしてみました。僕の場合は水耕でねこれ管理をして、で、そのね促進剤としてこの2つをね使って、根っこ出てきましたという感じですね。まあ、結構ねこのグラキリス自体が割とこうパツパツしてるというか新鮮なね状態だったので、それがね、まあ、一番大事なポイントだったのかなと思うんですけど、よかったですね発根して。まあ、まだねちょっとチョロ根が1本だけっていう形なので、ここからですねもうちょっとね置いて、まあもう少しだけ根っこが伸びてきたら土の方にね植えてあげようかなと思います。いやめちゃめちゃ嬉しいなこれ。一回ね本当に失敗した時は結構へこんだんですよね。グラキリスってまあ値段もまあそこそこしますし、割とこう植物の中でもなんていうか、ね、生き物っぽいんですよね。可愛らしいフォルムなだけあって、ちょっとペット感覚というか、枯れちゃうとめちゃめちゃ悲しいんですけど、よかったこれでね、発根してくれたので、来年もねいい年になるんじゃないかなと思います。本当はこれ何回かねこうね週に分けて発根管理始めます、で経過観察でね結果どうでしたみたいな、何回かに、ね、分けて連載しようかなと思ってたんですけど、まさかの一発目初登場でもう発根しちゃったっていうですね。いやすごい、いやでも嬉しいな。はい、まあ、なのでグラキリスね、もし抜き苗で買って発根させたいよっていう方は、僕はねあくまで僕の一連のやり方なんですけど、こんな感じで一応ね発根、とりあえず、ね、根が出るところまで来ましたっていうお話ですね。もしねこれ概要欄とかにも書いておくので参考にしてみてください。
まあ、そんなわけでかなり脱線しちゃったんですけど、最初の、ね、話題に戻ります。取り込んだ植物ね、一応ねちょっと自分用の記録も含めてざっと紹介しちゃいます。これがオペルクリカリアパキプスですね。これもね家の中に割と早い段階で入れました。でイノピナツム、パキポディウムのイノピナツムが2つとパキコルムスディスカラー象の木ですね、これも取り込んでます。ドルステニアの、ラブラニーですね。あとはユーフォルビアのオベサとかセンナのメリディオナリスですね。これかなり気に入ってるやつですね。まあ、この辺はもうね12月年を越す前にですね全部、今年は、中に入れました。今年はかなり暖かいね冬だったので、まあ、だいぶ取り込み自体はね、遅い方なんじゃないかなと思います。あとこの辺は特別ね取り込んだってわけじゃないんですけど、室内でね育てている、まあ、未生の子たちですね。こう未生のグラキリスとかねパキポディウム系がこの辺で、こっちにディスカラーとかも含めて結構ね、いると思います。で本当はねこの辺の、あのライトとかあの未生の栽培環境 LED の環境のね話をしようと思ったんですけど今回、でもねちょっとアクシデントというか嬉しいハプニングがあったので、まあ、それに関してはねちょっと次回ねまた早めにやろうかなと思うんですよ。その時に詳しく説明させてください。この辺の LED のお話ですね。アガベ類は一部のね作り込みたい株だけ家の中に入れて、LED をね、直当てしてそこでね、冬をね越してもらおうかなと思ってます。ちょっとその辺の話もね次回ねしようかなと思うんですけど、結構ねこの辺割と勘どころが最近分かってきてかなりね株引き締められるようになってきました。これとかすごいね気に入ってる白芸なんですけど、かなりいかつくね、巨種も出てきたし葉っぱもねキュッと、詰まって、そういうのね低い感じで抑えられるようになってきたので、まあ、この辺の話ねちょっとしようかなと思います。で逆に、他のね、まあ、とりあえずちょっとこの中に入りきらなかった一部のアガベたちは頑張って外でね、ちょっと越冬してもらおうと思ってます。じゃないとね家の中がもう本当にスペースがないので、まあアガベにはね、まあ、比較的耐寒性の強いアガベには外でね頑張ってもらおうと思ってるっていうのがね今回の冬越しですね。はい、というわけで今回は思ってた形とちょっと違ったんですけど、このね、東京ボタニカルライフ年末に、ね、一回更新しとこうと思って動画回してみました。いやめちゃめちゃ嬉しいな、このグラキリス発根してくれたの。いやこれでねちょっと今年来年頑張ろうっていうねちょっと希望が湧いてきました。これ本当だよね、大丈夫ね、ちゃんとこれ根っこだよねってちょっと心配になってるぐらいなんですけどね。いやーよかった、まあ、ちょっとね、これはもうちょっとだけ水につけてあげて、根っこを伸ばしてそれからね、植え込んであげようと思います。で、まあ、その辺の経過観察もねまたする予定なので、お楽しみに、ね、していってください。今回はねこんな感じにしようかなと思います。はい、この東京ボタニカルライフは僕が、まあ、普段はね、ガジェットとかインテリアの話をよくしてるんですけど、趣味の植物について語る連載の企画になってまして、だいたい月に1回ぐらいですね、1回2回ぐらい僕のね、気分次第なんですけど、この動画を撮っております。なのでもしこの動画がね、気に入っていただけましたら、まあ、ぜひ、まあ、チャンネル登録してもらえたら嬉しいですし、過去のね、連載、この東京ボタニカルライフ企画も見てもらえると、嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、来年もねいい年に皆さんもなりますように。それではまた、モノグラフの堀内でした。バイバーイ。